はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。スカイレム28ですね。やっていきましょう。S に向かわないとね。またワン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 言ってる。なんだろう。あ、なんかいるわ。なんの声？あ、これはダメじゃない？マンモスやね、あれ。ひょっとすると、近くに巨人がいるのかもしんない。いやー、ちょっと参ったな。どうしよう。こっち行けない。あ、行けないことないか。上から行った方がいいよね。巨人がいるのかもしんない。今ドーンっていうと、ワン、なんかね、あのワン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 言いながらの中に混ざってた気がするんですけど、あ、違うか。よく考えたら狼でこんなマンモス倒せるわけがないんでね。あ、うわー、巨人だー。やばいやばいやばい。お、死ぬ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 。真後ろに巨人がいたね。いや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 、あかん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 。死ぬ死ぬ。おい、こっちもっとダメ。あ、どこどこ。おお、追っかけてきてる、追っかけてきてる、追っかけてきてる。おお、逃げ切れるか。リディアさんか、ここは。逃げ切れるかな。いや、頼むよ。これ一撃でしょ、これ。いや、ほら、リディアさん一撃でしゃがんじゃったでしょ。あ、レベル上がっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待ってね。レベルが上がっちゃったんで。どうしよう、巨人が落ちたら下にいた。マジか220。あ、マジかがやっぱ欲しいね。で、じゃあ何と。私、レベルが上げ、召喚はね、なってるでしょ。2連はいらない。魔力の収束。魔力の武器、こんなのいらない。幻惑。あ、幻惑は素人で十分だね。何？もう破壊がね、いけそうだけど、破壊それほど開ける気ないんで、編成持ってるよね。あ、ほ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 。わ、ここでね、本来は、あ、弓じゃなくて、オーバードロー、ケースを入れとくべきなのかもしれない。ケースをね、あ、隠密。隠密ね。バックスタブ。隠密行動。あ、鎧からのとこ 50%。これね、いいんですよね。いいんですけど。でもね、でもね、軽装も欲しいか。いや、隠密か。さらに 25% 発見されにくくなる。隠密だね。さあ、逃げますよ、と。おー、怖い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 。音が消えない。やつはどこまで追ってくるんだ。ここで時間稼ぎ。多分やられてるんだよね。もういい加減。あ、いけた。いや、追っかけてきてるね。あ、お、なんかいる。私隠れれる。なんかいるね。これはやばい。あ、雲だ。そっか、あれを攻撃してたのか、巨人は。うわ、雲が飛んできた。これ巨人だな。あ、とりあえず、とりあえず巻くことができました、フロストバイト。ああ、リディアさんが心配だな。うちの、あの、一生懸命戦ってるね。やられるよ、絶対。ほら、一撃じゃない。こんなのやってたらダメだ。ああ、えらいこっちゃ。ちょっと待ちましょうか。リディアさん帰ってくるかな。あ、帰ってきたね。よかった。一応チームの呪文。
ああ恐ろしい。あんなとこに巨人がいるとは思わなかった。ほんとびっくりしたわ。もうほんとね、鏡だかんね私ね。あ、いいの来たね。これは激光で、おい外れた逃げられた。逃げられないね、全然当たんないんだけど。当たった？当たったね。当たった。え？私に来る？あ、行った行った。あ、行ったね。さーてと。あ、多くの、いや、あ、これあれか、リディアさんか、鹿の皮。あ、これいけるね。鹿肉いらないです。おぉ。いやいや、ほんとびっくりしちゃった。あれに追っかけられるとは思わなかった。ってか、全然方角わかんなくなってる。あ、南に行かないといけないんだよね。あ、これ出てるね。ホワイトランどっち？ウィンターホールド。ああ、そうだね。ドーンスターか。で、こっちが？こっちが、あ、ホワイトランって書いてるんかな、上が。あ、ホワイトランだね。リフテン。リフテンめっちゃ遠いじゃない、こっから。さあ、いやいや、これじゃない。よいしょ。さあ、ほんと巨人にはびっくりしたな。さっさっさっ、あ、また巨人のあれがある。居住場所がね、これショーン、こっちの方角に。なるべく、あ、誰かいる？あ、違う、あ、何かいるね。あ、クモがいる。これは暗殺するか。あれ、そうだね、クモだね。おい、当たらなかった。音鳴ったから寄ってきてるね。当たってる？あ、外れてるよね。リディアさん過激だかんね。あ、そうだ、コメントでいただいたんですけど、リディアさんって男のあれなのかな、アクションするのかな。わー、よいしょ、はい、回復ね。え、リディアさんめっちゃダメージ食らってない？頑張って、リディアさん。お、食らってる、めっちゃ食らってる。リリーさんめっちゃ食らってるよ。あ、私の方がなくなっちゃった。まあ戦闘状態外れたんで、毒鉄の矢、あら、2種類の矢を食らってたんですね。大丈夫、リリーさん。よし、まあじゃあ行きましょうか。治癒も上げておかないと、私の治癒よりも従者の方の治癒をね、優先させたいので。あ、なんか雪溶けてきたね。さあ、あら、ちょっと待って、あ、あれか、あそこにも巨人います。巨人がいるところの近くにはこういう柄のね、岩があったりしますんで、これ見るとちょっとドキッとしちゃうんだよね。さあ、よっこいしょ、出しておこうか。まあ、召喚はね、召喚獣が発見されることが重要なんで、あ、びっくりした、巨人かなと思っちゃった。あなたは？何？ベイル要塞の何か用か？ほう、あ、いや、なんでもない、ただ歩いてるだけだ。ああ、ならいいだろう。おお、なんだろう、ベイル要塞。へえ、なんかあるね。ああ、これあれか、これあれだな、やめておこう。あ、やっぱいるし、このイベントはまた先に送りましょう。ごめんなさい、めんどくさいんでね、あのイベントね。もうちょっと後で、しかるべき時にね、もうちょっと私が生き生きうろちょろできるようになった時にやりましょう。
もうイベントがね増えすぎるんでね、収拾つかなくなっちゃうんですよね。はい、なんか言ってるね。あおーんって言ったね。うん、どこ。まあそれよりも今ここに鹿いるんでね。あ、あれ違うか。違うね、動いてないね。うん、動いてる。いや動いてないと思うんだけど、これね、これちょっと角度悪いんでね、私もそれっぽく見えちゃうんですよね。違った。あの 3D 酔いね、気をつけてくださいね。結構ね、私なるべく首振るとき気をつけてるつもりなんですけど。あ、でね、ここがあれかな、衛兵たちがいて、ん？なんか構えてるよ。ん？あ、なんかいる。あ、違う違う、それ違う、それ違う。戦いでお前に役立たずだな。これは何？なんだ？あ、山賊か。強いね。ちなみにめっちゃ強いんでね。あ、売れる。売れないけどもらっておこう。軽いからね。エールもらっときましょうか。買わないより売れますね。売れない。売れない。鉄の矢。よいしょ。ちょっとね、もう身ぐるみ剥ぐのはデフォルトです。結構ね、こうやって戦ってるところもあるんで、これね、売れそうなんだけどね、重いのよね。あ、持てるか。で、経過は。これは安くいいので、今のこれ多くだね。で、こっち。で、グレートソード。ゴールド、ロックピック、鎧ね。あ、ちょっと装備のいい人だったね。で、この人たちは、あ、宝箱ある。素人。赤じゃないんで取ってもいいんですよね、これね。お、こっちだね。あららららららら。こんな感じ？あ、いいね、いいね、いいね。あららら、もうちょっとね。開いた。お、会場上がりましたね。でも大したものは。はい？首長の命令により止まれ。おい。なんで？あ、宝箱取ったらダメだったの。私獣士なんでね、ホワイトルの首長の獣士だ。直ちに解放してもらおう。これでいけるんですよ。他だったら捕まっちゃうんですけどね。捕まっちゃうか、ここでやっつけるか。これね、首長の獣士だと。獣士よ、どうかお許しを。気づかなかったもので。今回は見逃すとしても、首長の力にも限りがある。もっと気をつけることをお勧めする。ありがとう。これでね、罪がなくなったんです。私、ホワイトランのね、首長なん、あ、首長の従者なんでね。これちなみにね、ホワイトランじゃない、ホワイトランの管轄じゃなかったら私捕まります。バナードメアでベッドを借りられるぞ。あ、バナードメアも行かないといけないわ。ホワイトランの宿屋ですね。で、こっちさっきの方かな。宝箱取っちゃダメなんだね。少し呪文が伝えるんだな。ここはこれできか。もうね、魔法が皆さんね嫌いなんでね。あ、いいね。またじゃあ月光を使いましょう。ん？どこサイト？これだね。はい、当たったー。まあこんな感じでね、味方がたくさんいればやっつけてくれます。悪いのは私なんだけどね。悪いのは私なんだけど、明らかに敵意があるんでね、向こうさんにね、敵意を仕込んでるんで味方になってくれますね。さあ、じゃあホワイトランもう近くまで来たんですけど、さあ私の抱えてる、もう一回やろう。あ、逃げられちった。私の抱えてるクエストね。クエストがちょっといろいろあるんで。ん？いたね。あ、違った。これじゃないじゃない。これだ。あ、火炎だ、それ。激光だね。字が見えにくいんで。あ、なんかいた。当たったんじゃない？当たった。よいしょ。いや。
恐ろしいので勢いで来る。あらら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 怖い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 。おおおちょっとちょっと私がおとりになってどうすんのちょっと頼ますよマオリディアさん。はい、で鹿の皮枝厚のね、もうねホワイトランここなんで、今ホワイトランを右手に舐めていく感じですね。入り口がね南の方なんで、今北からぐるーっというところですね。これ何かなと思ったら、なんか農園だね。あ、バトルボーンね、バトルボーン、バトルモートグレインメーン系、今ちょっと喧嘩状態って言ってる、そのバトルボーンの農家ですね。あ、これは入れない。あ、誰かいますね。はい、ここに来るべきじゃなかった。何、上見た、やっぱりうーわー、ちょっと待って、戦っていいのかい。この人たち死ぬで、死んじゃうで、ちょっと待って、え、これだ、死ぬ。リディアさんに頑張ってもらおう。勝てると思ったら大間違いよ。ちょっと皆さん死なないかい。これ上見たから、もうあの住民とかが上見たらドキドキするんだよね。これどうしよう。私回復に努めるべきだな。よいしょ。え、どこどこ、リディアさん、リディアさんどこ。あ、ドラゴンだいぶ傷んできたね。ちょっと待って、治癒の光か。おお、うわあ、戦闘中だからなかなか回復しないんですよね。命はいただいた。あなた大丈夫？どこいる？どこいる？あ、あっちか。え、リディアさん見失っちゃったね。うわ、やばいやばい。火吐かれる、火吐かれる。危ない危ない。あ、リディアさん燃えながら戦ってんね。え、ちょっと開けて開けて。よし。回復回復。治癒の呪文？あなた司祭なの？いや、司祭かどうか分かりませんけど、これね、ドラゴンのね、ドラゴン無差別なんで、もう生き物がいるとああやって、あっち多分生き物いるんですね。生き物いるとね、ああやってなんかいるんですよ、あそこで。今度見かけたらこっちに来るとかね、もうめちゃくちゃなんですよね。当たるかい？当たんないね。あ、リディアさんだね。よいしょ。うわー、ちょ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 、こっち、こっち、おおおおおお。あ、違う、これだ。いや、やばい、やばいよ。鬼だわ。あ、違うね、こっちだね。治癒の手、ちゅ、あ、倒した、あ、倒したかな、あ、倒した、あ、死んじゃった。アルフヒルドバトルボーンさん、お亡くなりになっちゃいました。あ、この固有名詞ある人が死ぬと辛いのよね。だな、この人大丈夫だったのかな。もうこんな状態で、こんな状態でちょっとなんとかしてあげれるかな。自分の目で確かめてなかったら信じなかっただろう。あ、いや違うよ。あ、まあ会話して、会話なかったからね。あ、ちょっとせめて、せめて
せめて、あ、仰向けにしてあげたいんだけど。よいしょ。あら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 。よいしょ。あ、ちょっとやりすぎ。よいしょ。どっか連れてってあげたいけども、仕方がないね。いただきましょう。ゴールド、人参いらないです。バトルコモンケの鍵。あ、鍵、あ、農場の鍵。あ、いただきますよ。ガーネットの指輪ね。もうひどいね、私ね。もうやることがひどすぎる。ドラゴンね。あ、カブト、矢、鋼鉄の矢、ゴールド。あ、要素持ってるね。よいしょ。あ、私も1200ゴールドまで行きましたよ。あー、もう大変。あ、というわけでね、この辺で一時終わってましょうか。スカイリムパート28ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。